まっと酒持ってきやがれ。とろい動きしてんじゃねえぞこら。ちょっと酔いすぎのような。ダンジョン帰りみたいなんですけど、確かにちょっとあの態度は良くないですね。注意していきましょうか。ううん、大丈夫です。きっとそのうち。あ、ほら。あ、なんだてめえは。文句あんのかこら。おみゃ、さっきからうっさいにゃ。なんだと？それが客に対する態度か？この猫女がぶっ飛ばしてやる。猫をバカにすると引っかくにゃ。殴ってたじゃねえか。しゃー、 ごめんなさい。はあ、言ったにゃ言ったにゃ。めんどくさいにゃ。普段ならこういうのは龍の仕事にゃ。お疲れ様。龍は今日お休みだからしょうがないね。アーニャさんすごいですね。さっきのお客さんそこそこ強そうでしたけど。酔っ払い冒険者にゃんて第一級でもなきゃミャーの敵じゃないにゃ。だ、第一級冒険者って。ふふん、ミャーを舐めちゃいけないにゃ。アーニャさんも冒険者だったんですか。昔の話はあんまり聞いたことないですけど。めんどくさいから普段は話さないけど、今日は気分がいいから話してやるにゃ。あれは何年くらい前かにゃ。海藻主だ。お助け。おい、あんた不用意に近づくんじゃない。命が惜しくないのか。ふん、誰に向かって言ってるにゃ。まさかこのアーニャ様の心配をしてるのかにゃ。おお、アーニャ様だ。あの伝説のキャットピープル、戦場の美しきマタタビ、アーニャ様がおいでなすったぞ。今からミャーが遊んでやるにゃ。トゥなんて素早い動きだ。あれこそまさに戦場の美しきニャンコ、アーニャ様の槍さばきだ。謝るくらいなら最初からミャーに喧嘩を売るんじゃないにゃ。ミャーの前に立ちふさがるなら引っかいちゃうにゃ。うわー、あーにゃ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 。って感じで、最強の実力と最強のルックスを持つ、みんなから大人気の冒険者だったのにゃ。ああ。なんだその顔はだにゃ。いや、だって作り話ですよね。なぜわかったにゃ。いや、誰でもわかりますよ。だってゴライアスがごめんなさいって謝ったなんて話、
聞いたことないですし。調子に乗ってやりすぎてしまったにゃ。いやいや、だってむちゃくちゃですよ。ゴライアスが謝ったとか。本当に謝ったんだにゃ。ミャーがこの目で見たんだから信じろだにゃ。そもそも喋んないじゃないですか、ゴライアス。喋るにゃ。人前で喋んないだけだにゃ。人見知りなやつなんだにゃ。一人の時は、おうおう、面白いことないかなとか結構喋ってたりするんだにゃ。聞いたことないですよ、そんなの。あーにゃ、いつまでくだらない話してるんだい。さっさと仕事に戻りな。ふにゃにゃ、ゴライアスよりおっかないのに見つかったにゃ。誰がゴライアスだい。でも強いのは事実なんですよね。アーニャさん、どこのファミリアにいたんでしょう。さあ、どこでしょうね。忘れ物しちゃってね。てか、それよりあんた、その服は？何？仕事再開したの？そんなんじゃないにゃ。ただ荷物の整理してたら、この服が出てきたんだにゃ。久しぶりだから着れるかにゃーと思っただけにゃ。昼間に着るのもあれだしにゃ。そういうことね。なんか、久しぶりに見たな、その格好。もう懐かしいくらいに感じるにゃ。あの頃はいろいろ大変だったにゃ。見合った報酬さえ用意してくれれば仕事はこなすけど。なんて言ってたにゃ。今思えば肩凝って仕方ないにゃ。それ私も一緒かも。何の因果かこんなことになっちゃってね。そういやあれだにゃ、ふと思い出したんだけど、あの時、ルナーとは決着ついてないにゃ。何？やる気？冗談だにゃ。今さらそんなめんどくさいことしたくないにゃ。そうだよね。明日も仕事があって大変だっていうのに。明日は朝から仕込みだにゃ。早起きしなくちゃだにゃ。前は夜の仕事が多かったから。そこは今の方が辛いね。全くもって同意だにゃ。やるって言ったらどうするにゃ。別にいいけど、でもやる意味ある？ないにゃ。一銭にもならないし面倒なだけだにゃ。ねえ、そんなことするくらいならぬくぬく寝てたいにゃ。美しい少年のプリプリお尻に囲まれる夢を見ながら、グフグフ。黒猫も変わるもんだね。前からこんなんだにゃ。ああそうなの。はあ、久しぶりにこれを着てみたけど、なんかもうしっくりこないにゃ。私もそんな感じだよ。エプロン姿のが普通になっちゃった。こんなんでいいのかにゃ。まあいいんじゃない、楽しいし。確かににゃ。てか早く寝ないとだよ。明日は早いんだし、寝坊したら怒られるよ。それはごめんだにゃ。じゃあおやすみ。さてと、ミャーも寝るとするかにゃ。ちょっと動いたら、破けた。ひょっとして、太ったかにゃ？と、トレーニングを再開するにゃ！
明日から運動しなくちゃだにゃー。今回の事件の犯人はおめあだにゃ。やっぱりなんか違うにゃ。悪くはないけど普通すぎにゃ。もっとこう探偵らしい。あ、アーニャ？渋くてかっこいい感じで、例えばミャーの目からは逃れられないのだぜにゃ。今回の犯人はそう、おみゃさんだにゃ。さすがにいつものみゃと違いすぎるかにゃ。逆にもっと可愛い感じでにゃんにゃにゃにゃん。犯人わかっちゃったにゃん。今回の犯人はにゃんとおみゃなんだにゃん。これじゃただのバカにゃ。ねえ、アーニャ？あ、シル！ミャーは一体どうすればいいにゃ？助言が欲しいにゃん！探偵の決め台詞を練習してるんだよね。その通りだにゃ。かっこいい名探偵には、かっこいい決め台詞が必須なのにゃ。だから、ミャー特製の決め台詞を考えてるのに、いいセリフが思いつかないんだにゃ。まずアーニャは探偵じゃないけど、そこは今考えなくていいんだよね。そんなもん知ったこっちゃないのにゃ。今後名探偵になった時の用意なのだにゃ。そっか、決めセリフか。やっぱりそれは犯人を捕まえる時に言うものなの？決まってるわけじゃないにゃ。いろんなパターンがあるにゃ。この謎を絶対解いてみせるにゃと決意を固めるときにも言ったりするにゃ。あ、そっちの方がいいんじゃないかな。面白いセリフを言えそうだし。なるほどだにゃ。どんなセリフがいいかにゃ。あ、こういうのはどうかにゃ。絶対に犯人を捕まえてみせるにゃ。このピクピク動く猫耳にかけて。ピンと来てない顔だにゃ。あ、ごめん、ただちょっとどういう意味かわからなくて。無理なら絶対に犯人を捕まえるという悲壮な決意が見えてこないかにゃ。正直な感想を言ってもいい？もちろんだにゃ。その勝手にしたらっていう。ひどいにゃ。ごめん。でもお魚を食べないって言われても、それは決め台詞じゃなくてただの宣言だし。それがミャーにとってどれだけ辛いことかわからないのかにゃ。なんでこの決意が伝わらないんだにゃ。それはわかんないよ。どうすればいいんだにゃ。全然決め台詞が決まらないにゃ。このままじゃミャーは名探偵になれない。名探偵になってから悩めばいいんじゃないかな。どうかしたのですか？鏡の前でうなり声などあげて。あ、リュウ、アーニャが買ってきたこの衣装なんだけど、どう思うかにゃ。どうとは？なんだか地味だと思わないかにゃ。色合いも微妙だし、
なんかつまんないにゃ。探偵の衣装というものはおおむねそういうものなのでは。探偵が目立ってしまっては良くないでしょう。そんなの知ったこっちゃないにゃ。だいたいミャーは普通の探偵なんて目指す気はないにゃ。ミャーがなりたいのはもっとセクシーな探偵だにゃ。セクシーですか。そうだにゃ。もっと露出多めで見えそうで見えない感じでウブな美少年を脳殺したいんだにゃ。それは探偵の仕事と何か関係あるのですか。ないにゃ。断言ですね。そもそもミャーは探偵なんか興味ないにゃ。それで盛り上がってるのはアーニャだけにゃ。でもどうせ探偵になるならセクシー探偵がいいんだにゃ。それはどんな探偵なのですか。お姉さんの色気でムフフな操作をして可愛い犯人の男の子をズキュンさせるのにゃ。なんか言えにゃ。失礼しました。目指す夢は人それぞれかと思います。適当にいいこと言って話を終わらすんじゃないにゃ。こんにちは。あれ、まだやってないんですか。うわっ、何ですかクロイさん、その格好。これは探偵衣装だにゃ。アーニャが買ってきたんだにゃ。へえ、探偵ですか。かっこいいですね。そうかにゃ。もっとセクシーな方がいいと思わないかにゃ。少年だってそう思うにゃ。それは足とかもっとニョキーンと出して太ももチラッとして、むむむ、少年今想像したかにゃ。ミャーのセクシー探偵姿を。いやいやそんなんじゃ。想像してもいいんだにゃ。ほれほれ、足をこうニョーンと出して教育的指導です。そこまでにしてください。まあかっこいいという感想は悪い気はしないにゃ。ええ、かっこいいと思いますよ。お話の主人公みたいで。ムフフ、そうかにゃ。はい、難しい推理も解いちゃいそうで頭も良さそうに見えますし。ふむふむふむ、少年がそう言うならこの衣装も悪くない気がしてきたにゃ。単純ですね。なんか言ったかにゃ。単純ですねと。ちゃんと答えてどうすんだにゃ。今のは、いえ特に、とかはぐらかす場面だにゃ。それは失礼しました。でもいいですね、探偵か。かっこいいな。僕も憧れちゃいます。なら少年も探偵になってみるかにゃ。少年だったら大歓迎だにゃ。いや、それはダンジョン探索もありますし。そんなんほっとけばいいにゃ。ミャーたちの店の仕事をサボってやってるんだにゃ。聞かなかったことにしましょう。可愛い少年探偵が助手になったら最高にゃ。よだれが止まらないのにゃ。うひひひ。少年よ、ぜひアニャクロ探偵事務所へ。なんか怖いから嫌です。助けて。やれやれにゃ。まったく因果な商売にゃ、この探偵っていうのは。そこが危険と、そこが死地だと分かっていても行かなきゃならないことがある。そこに真実が埋まっているならにゃ。アーニャ、後ろにゃ。おりゃーにゃ。次から次へとよく出てくるにゃ。で、本当にこっちでいいにゃ。問題ないにゃ。ミャーの耳がピクピクしてるにゃ。
真実は迷宮入りにゃ。それは敗北宣言みたいに聞こえるにゃ。にゃ、だって真相はダンジョンにあるにゃ。言い方が悪いにゃ。尻尾も立ちそうにゃ。立ったらどうなるにゃ。ピコンと立つにゃ。聞いたミャがバカだったにゃ。かわいそうな目で見るんじゃないにゃ。それはそうと、今回はどんな依頼を受けたにゃ。ダンジョンとかすこぶるめんどくさいにゃ。そこは守秘義務があるにゃ。クロエはついてくればいいにゃ。相棒に依頼内容を教えないとか、絶対に守秘義務って言いたかっただけにゃ。なにゃ。トラップみたいにゃ。敵もなかなかやるにゃ。どっかの冒険者が魔法を使ったんだにゃ。静かにするにゃ。トラップがあるならここからは隠密行動にゃ。ささ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 。どうしても罠があるって設定で行きたいんだにゃ。それでどうだった。今回の依頼はなかなか厄介だったにゃ。危険な場所にも何度か出入りしたにゃ。けどニャーはやりきったにゃ。依頼されたことはしっかり調べきったにゃ。おお。じゃあ結果を伝えるにゃ。おみやの恋人、酒場の看板娘の浮気密会現場はダンジョンじゃなかったにゃ。当たり前だ。あにゃ。やれやれ。できれば一番関わりたくない場所だったんだけどね。本当に因果な商売。探偵って。今日も疲れた。あ、そうだ、リベリア様に本を返しに行かなきゃ。今のはサウザンドエルフ。こっちには全く気づいてなかったみたいね。やっぱり怖いのは第一級冒険者。まったく。一番厄介な連中が5万といるとか、何の冗談よ。意外に楽勝かもね。杞憂だったってことかしら。私の暗殺技術、なかなか捨てたもんじゃないかも。オラリオ随一の暗殺者、ここに健在ってね。私の匂いを。まさかそんなはずは。消臭のアイテムは事前に。いや違うな、逆か。匂いがねえ。他の香りも巻き込んで消え失せてやがる。どんなチートバナよ。匂いがしないなら無視しなさいよ。あれ、ベートさん、どうしたんですか。鼻が妙に反応しやがる。不自然に匂いが途切れてるっつうのか。おお、それなら掃除したからだと思います。昼間ロキがお酒をこぼしちゃって、その時消臭の薬品を使いましたから。チッ、そういうことか。ロキが噛んでんなら時間の無駄だ。バカバカしい。たくくだらねえ。掃除するのまずかったってことですか。うるせえ、てめえはさっさと寝ろ。今の口ぶり、まさか気づかれてた。いや、そんなはずは。確か依頼人の話じゃこの辺りに。
出前にゃ。ほら、ミャーは酒場の店員にゃ。あ、お疲れ様です。おやすみなさい。おやすみにゃー。天然で助かったわ。おお、これやこれ。いやー、よう見つけてくれたな、この酒。さすが名探偵や。本当にミャーが侵入する意味あったにゃ。ロキ様が自分で探せばよかったんじゃ。前にハメ外した時からリベリアの監視がきつうてな。秘蔵の酒は取り上げられて隠し場所にも行けんかったんや。まあ鍵も開けといたし侵入も楽やったやろ。侵入してからが心臓に悪すぎにゃ。あんな化け物の館二度とごめんにゃ。